もっと紹介やっていきます。今回プレイするのはこちら。もしね日本が鎖国していなかったらもっと。なんと、ゲーム開始時から日本が植民地大国。なお1936年なのにヨーロッパの国境はぐちゃぐちゃな模様。どうやら日本が鎖国しなかった影響で、バタフライエフェクトが起きたとのこと。では早速プレイしていきましょう。日没？なんか嫌な予感がしますね。しばらくすると共産主義者が内戦を起こしました。鎮圧に極秘兵器？なるものを使っていくみたいです。なんと、内戦で原爆が使われた模様です。自国民に隠しよう？ありえない話、謝れ。なんとか内戦は終わらせました。そういえば、ロシアの様子はどうなっているんでしょうか？なんでまだ連人生きてるの？